健康福祉学研究会の専攻長をやっております吉村と申します。10分ほどお付き合いください。健康福祉学研究会という名前なんですけど、時々誤解が出るんですが、健康を中心とした福祉だけをやるではなくてですね、健康と福祉を学ぶ大学院と思っていただいたらよろしいかと思います。ベースになっている教員はですね、うちは学部で教員に配置されてますので、社会福祉学部の教員あるいは看護栄養学部の教員が、主にはこの健康福祉学研究科の教員も兼ねて、担当しているということになります。で、対象の研究はですね、健康と福祉あるいはさまざまな健康問題、医療も含めてですね、人々がどうやって健康に幸せに暮らせるか、健康といいましても、心だけではなくって心も体もそして社会的にも健康で暮らせるか、でそういったそういうことに対する課題を解決するというのが、本研究科の目的だと思ってますし、教員もそういう研究をしておりますし、院生さんもそういう研究をしております。健康福祉学研究科はですね、博士前期課程とそれから博士後期課程と2つの課程からなっております。博士前期の方はですね、主にどういう人材を育てたいかといいますと、各領域の主に現場で働いている人にさらにレベルアップしてもらって、指導者として活躍できる人材とか一目置かれる存在ということを目指しております。それから教育研究分野でも活躍できる人材を育てたいと思っておりますし、博士後期課程の方は、下の方に書いてます、研究分野はダブるんですけども、基本的には大学における研究者あるいは大学の教員といったものを育てるということが主な目的かなと思っています。学位の方は修士といいますか、健康福祉学の前期課程においては修士、健康福祉学修士が習得できますし、博士後期課程の方では健康福祉学の博士というのを習得できるようにしております。カリキュラムの方ですが、これ一応科目名が書いてます。こちらの博士前期課程ですね。で、特徴なんですけども、まず大学院共通科目というのがありまして、これが共通というのは両研究科共通という意味でございます。2つの研究科の院生が、共同で、あるいは教員も共同で行う。そして生命の生活と資質、命とは何かとか健康とは何かとか、そういったことをお互いの観点からですね、共に学ぶという、そういうことを目的にしている科目でして、1年生における必須科目となっております。それ以外にも必須科目というのがいくつかありまして、でこれあとビデオとかも流れると思うんですけども、基本的には全ての科目でですね、講義形式であるのも多いんですけども、討論を大事にしています。ディスカッションしながらですね、教員と院生、院生同士そういったしっかり話してですね、その中で学問を深めるということをちょっと特徴としてやっております。さらに上の方の緑のところは、さまざまな選択科目があって、お好きなものを選んでいただくという形になっています。でそういった座学といいますか、聞いて学ぶあるいは話して学ぶと同時並行で、特別研究というのはございますけれども、これがいわゆるゼミといいますか、ご自身の研究を指導教員、それからうちの場合は指導教員のほかに2名の副指導教員がつきますけれども、3名の指導体制のもとにですね、研究を進めていってもらうということをしています。博士後期課程のカリキュラムも基本的には同じような形になってますけれども、健康福祉学後級というのが1年中に行われる、必須科目です。でそして、緑の部分は選択科目があって、同時並行で特別研究、これがゼミの研究ということになります。で、この特別研究、ゼミの研究が実際には博士論文のテーマになるんですけども、特定の課題を設定していただいて、課題を設定そしてプランしてもらって実施して最後論文までまとめるということを行いますし、そのために指導教員、主たる指導教員がおりますし、合わせて副担当教員というのがあります。3名の指導体制というのを特徴としております。で先ほど国際法の川口先生も言われましたけれども、扱うテーマが様々でですね、教員が対応できるものも限られてますので、事前にですね、私はこんなことがしたいということを想定される教員とですね、十分話しておいていただいて、事前にというのは入試前ですね、入試受ける前によく話していただいて、
で確認していただきたいのはですね、自分がやりたい研究が果たしてここ の, 本学で対象かどうかどうかですね、お互いに確認しておくのがお互いにハッピーになることだと思いますので、自分のテーマが実際できそうかどうかということをですね、事前に相談していただければと思います。随時この相談は可能なんですけれども、特に本日はですね、2時40分から教員による個別入試相談がありますので、ぜひその機会を利用していただいて、こういうテーマでこんな研究がどうかということをご相談していただければと思います。で、もう少し時間があると思いますので、でここからは国際との共通になります。先ほど川口先生も少し言われましたけれども、いくつか本学の大学院の制度といいますか仕組みのご紹介をしておこうと思います。特徴の一つですけれども、社会人の方に実際多く来ていただいてまして、社会人の方に、受講しやすいようにという工夫の一つで、昼夜開講制の大学院という形になっています。どういうことかと申しますと、昼間にも授業します。午後になりますけれども、この時間帯ですね。で実は夜にも開講しています。で、昼間開講の科目と夜の開講の科目を毎年入れ替えてますので、例えば夜間だけでもですね、2年間あれば全ての科目が受講可能ということになっています。でこれは博士後期も同様です。ということで、社会人の方で、この夕方ですね、6時5分というのが早いのか遅いのか分かりませんけども、この時間に来ていただけるようであればですね、昼間は来られなくても夜だけの受講で、十分卒業が可能、終了が可能ということです。その他にはですね、通常博士前期課程は2年ですし、後期は3年なんですけども、これを延ばすという制度もございます。あらかじめ言っていただければ、博士であれば最長4年、後期は最長6年の履修計画でも構いません。でこの時の特典なんですけども、例えば博士後期6年ということになってもですね、これあらかじめ申請しておいてもらったら3年分の授業料で、大丈夫ということになります。あと、この辺りは全て募集要項に書いてあると思うんですけども、教育訓練給付制度というのもございまして、終了後に、10万円返ってくるとかですね、申請が必要なんですけども、そういう制度もございます。あともうちょっと時間があると思いますので、本年度の入試スケジュールもご案内しておきます。まず入試の、試験日がですね、12月2日土曜日になっております。で出願期間がもうちょっと先ですけれども11月の最終ですね。で、入学資格審査という制度がございまして、博士前期であれば4年生の大学卒業、そして博士後期であれば修士の学位があれば、それは問題なく資格があるんですけれども、それと同等のですね、資格があるとみなされる方はですね、入試を受けることができますので、それの事前資格審査をお申し込むという制度もございます。その詳細は募集要項に書いてありますのでご覧ください。で、12月2日の試験に向けては出願が11月6日なんですけども、その約1月ちょっと前になりますけども、事前資格審査を受け付ける期間がございますので、該当される方は忘れずに申し込むようにしてください。それから必ずではないんですけれども、定員に満たさないときにはですね、このことをここで言うのも変ですけども、追加募集というのがありまして、定員に満たさなくて追加募集する場合にはですね、試験日が3月3日に一応予定されております。その場合の出願期間が2月の最初からということになります。入試科目は、これも募集要項に書いてございますけれども、一般選抜と、それから社会人枠での応募で、若干違いますが、基本的には面接で、ご自身が何をやりたいかということを聞いて、それを評価させてもらうようになってますし、筆記試験の科目としましては、一般であれば英語、社会人であれば英語または小論文で受けることができます。過去問が受付のところで配布されていると思いますので、ご希望の方は該当する過去問を持って帰っていただければと思います。後期も同様でございます。ちょっと取り留めない話になりましたけれども、意欲熱意のある方からの出願をお待ちしております。